はい、こんにちは、ジュリアです。カード開封動画401回目は2016年発売バイスクルシックです。バイスクルシックはキックスターターのクラウドファンディングでエリートプレイングカードから発売で、デザイナーの表記がないのでエリートプレイングカードで作られたと思われます。箱がね、豪華なことになんと白い面以外が全部箱押しのメタリックインクになっています。それでは開封したいと思います。箱を見ていきます。バイスクルシックで、白い部分以外が全て箱押しのメタリックインクになっています。エリートプレイングカードで、この帯状のデザインのところにランチョコルドバカリフォルニア USA と書かれてるんですが、このシックって実は都市を描いているというデザインになっているらしいので、カリフォルニアにあるサクラメントのメトロポリタンエリアの一部にあるランチョコルドバという街が描かれているということですね。で、エリートプレインカード&アクセサリーズと書かれていて、リミテッドエディションと入っています。ちなみにこれ5000個限定のリミテッドエディション仕様となっています。これね、いつも通りやると反対向きになっちゃうんですよね。向きが逆で、プレミアムカードプレイングカード for プレイヤーズ、マジシャンズ、カーディスト、メイドウィズパッションインザユナイテッドステーツオブアメリカで、反対側も同じトランプのマークが間に入ってますね。で、上面はシック、ランチョコルドバカリフォルニア USA、 クロージャンシールの方はなしですが、これキックスターターでバッカーになって買うときに1000円追加するオプションとして、このクロージャーシール付きというのが選べたそうです。通常のショップで買うとこれは買えないみたいですね。で、前面メタリックインクでキラキラ光ってます。かなりしっかりと書き込まれてますね。これ全部手書きっていうのはすごいですよね。で、上下にエリートプレインカードと入ってるみたいですね。上下対称でバイスクルシックと書かれてます。で、下面はマニュアクチャーアドバイザーザユナイテッドステージプレインカードカンパニーのアーランガー KY 製で、リサイクルマークはこれはね、プレミアムリネンストックというものが使われているのでリサイクル紙ではないみたいです。それでは開封したいと思います。クロージャーシールがないのでそのまま開けます、はい、この文字も箱押しですね。バイスクのロゴを使いますっていう表記です。で、中身は完全に真っ白ですね。違う、これはクリーンか。中面は真っ白です。あ、なるほどね、これジョーカーなんだ。じゃあこちら側がバック面ですね。かなりボーダーが太めですね。中の方はどうやらメタリックインクではないみたいですね。1枚目がエリートプレインカードのロゴの広告カードですね。もう1枚はダブルバックです。それでは表面いきます。さっき見たジョーカーなんですが、これはデザインでじゃあジョリージョーカーと書いてて、天使が描かれてますね。ジョーカーが上下対称っていうのは結構珍しいですね。どうやら数字のカードとかエースとかも含めて全部コーナーにこの枠があるみたいですね。かなり緻密に描かれたスペードのエースで、お、すごいことにカードの名前が全部書いてるね。エースオブスペーツと書いてて、ツーオブスペーツと、なんかカードの番号の名前まで全て書いてるみたいです。マークの配置がサークル状ですね。一部だけか。8は普通、9も普通、10も普通で、街並みが描かれているという絵札ですね。スペードの絵札は一応背景付きで青年が描かれて、こんな感じで街の人々が描かれてて、
感じですね。かなりキング感がないですけど、紳士っていう感じですね。赤いピップスの方はしっかりと、かなり暗めの赤ですね。これワインレッドのさらに暗いぐらいの感じの赤が使われています。こちらもエースオブダイヤモンドが入っています。ピップスもかなり、さっき見逃したけどピップスかなり小さめですね。ほぼインデックスのこの表記と変わらんぐらいの大きさです。この表記の文字とかがちゃんとピント合ってないと見えないですね。ダイヤの絵札、ちょっとなんか似てるけど、違うっちゃ違いますね。ちゃんと全て違うものが描かれてます。すごく似た感じには描かれてますね。クイーンもキングはしっかりと違ってますね。でクラブの絵札、クラブのクイーンになってやっとテイストが変わりましたね。でクラブのエース、ハートの絵札、でキングは横向いてますね、はい、かなり大きな帽子をかぶっています。ハートのエース、2019年のスタンダード54枚と、2019年のスタンダードよりも1枚分の厚みがあります。スペインの方は高品質、弾力の方は両面、いいぐらいの弾力があって、結構浮き上がるので、それの方はしっかりあります。ではファルを入れてみます。こちら側から入らないので、フェース側からいってみましょう。こちら側から入るので、モダンカットですね。はい、ほぼ真っ白ですね。ちなみに箱の質感ね、プレミアムベラム紙が使われているということで、いつもとは箱の触り心地が違いますね。フィルム剥がすとね、さらに輝きがすごいです。なんか鏡みたいに映っているか、ちょっとスモークがかかってますね。バイスクルシックを開封しました。これが全部手書きっていうのはかなりね大変だったと思います。でバイスクルシックのポイントは、バック面のボーダーがここまで太いっていうのがね、なかなかないと思います。あとジョーカーが上下対称っていうのも珍しいですね。でこれ自体は5000個限定なんですが、キックスターターでバッカーになって、オプションという形で別でギルテッドエディションが発売されてたみたいです。こちらの方が説明見ると288個限定となっているんですが、実は330個まで出てましたよっていうね、別サイトの情報がありました。こちらの方がこの箱面に手書きでシリアルナンバーとサインが入って、専用のクローザーシールがつくという感じみたいです。それではジャンル分けします。2019年のスタンダードよりも1枚分の厚みなので厚い、
モダンカット仕様の高品質エリートプレイングカードのメーカーコラボ、街の人々に描かれているコンセプトデザインで、これ自体がねもう結構売ってないのでレアデッドコレクションになると思います。で、5000個限定なので数量限定です。バイスクルシックでした。よろしければチャンネル登録、いいねボタンよろしくお願いします。それでは。